どんなジャンクが苦手ですか？おジャンク。どうも、熊五郎兄さんです。本日はこちら、アーカーゲイのヘッドホン K701、 K4 のミオが使ってた、話題になったヘッドホンですね。お兄さん一回見てるんだけど、ヘッドホンはねちょっと印象に残ってなかったんで、へえそうなんだと思って、まあちょっと買ったんですけど、まあ汚いというかね、もう腐ってますね。まさにおジャンク。イヤーパッドはこんな感じ、超汚い。多分動物の毛だよねあれ。外側はこんな感じ、マジ腐ってます。割れとか傷とかはないですね。まあ汚いっすね。どうだ、なんか倉庫とかにほったらかしみたいな感じかな。朽ち果ててますけど、一応ジャンクで安かったんで買ってみました。なんかね、モデルとしての評判はめちゃくちゃいいらしいです。メイドインオーストリアって書いてある。まず音が出るかウォークマンでチェックします。なんか接触がめちゃくちゃ悪いね。グリグリやったらこっちから出てる。あ、右から音出てないですね。あれ出てるな、さっき出なかったんだけど、接触不良かな。あ、出たり出なかったりするね。広げると出なくなる。どういうこと。うん、なんかね、広げるとね、ブツブツブツってなる。その状態が録音できないんだけど。あ、今撮れたね。あ、今も出てないですね。左、右。右イヤホンの接触不良なのかな、動かすと音出なくなる。汚い上に本体もジャンクでした。でね、配線がねないんですよね、見た感じ。もしかしたらこのシャフトの中を通ってんのかな。ここに線があるのはこれ信号ラインじゃなくて多分紐だと思うんだよね、単なる。まあここで何か接触不良が起きてるか、このケーブルですね。で、ジャック側は動かしてなかったんで、この辺しか動かしてないんで、もしかしたらこことかね、接触不良が起きてるのかもしれないです。その辺も含めてちょっと調べていきましょう。今回もちゃんとジャンクです。はい、そしたらまずテスターで調べてみようか。これが L チャンネル。う？何？動かしたらピーって言ったね。ちょっとわかんないね。右チャンネル。あ、ほら、切れた。このひねり動作がダメみたいだね。ね、切れるね。こっちか。ここではなさそう。やっぱ本体側っぽいな。あ、ほら切れた。また戻った。うん、切れてますね。ケーブル側じゃないね。本体側だね。あ、切れますね。多分ケーブルじゃなくて本体側っぽいね。ここは触ってもそんなに変わらない。こっちいじるとダメだ。で、今 R チャンネルになってるんで、なので原因はケーブルより先のこっちの方だろうな。はい、じゃあ調べていきます。はい、それでは分解開始。触りたくないんだよね、取れね。はい、スポンジも死んでますね。スポンジのクズが出てくる。ネジ止めされてないよ。接着剤ですか、もしかして。どうすんだこれ。バラし方わからない。なんかこっから外すらしいよ、これをねじるらしい。うん、取れない。うん、取れないね。これを回すらしいよ、くるっと。なんか固着してるんだろうな。ちょっとアルコール染み込ませます。多分固着してますね。あ、ちなみにピンセットはもうこれ両方ダメなやつ使ってるんで大丈夫です。ヒートガン使うか。接着剤入ってんのかな。でもほんとボロボロだよね。いきます。回らん。あ、取れる。いや、爪が一箇所割れただけだ。なんか張り付いてんのかね。爪の先が折れた。もういいや、傷は後でなんとかする。あ、またはい、オッケー。プラスチックパーツだね。ここが折れた感じだね。まあ、これは直せる。あ、やっとネジが見えました。よかったよかった。結構緩い。
でっかい爪が入ってる、ここに。多分ここ折れるよ。爪が多分これ外せない、ここは。いやー、これ割れるな。割りたくないな。こんな爪ですね。大きい爪がかかってる。うん。あ、大丈夫だ。少し爪の端っこだけちょっとなんか欠けたけど、取れた。なんでこっちから取らせないの？何か意味があんのかい？うん、取れた。あ、わかった。この線がこれについてるじゃない？多分これがもうプラスマイナスだ。マイナスでプラスだ。この鉄の棒。鉄の棒だよ、銅線が。でも鉄の棒は切れてないからね。断線してないのは確かだよね。ってことはだよ、ここのプラスとマイナ、まあプラスマイナスだね。これで、あ、ほら、断線するよ。この辺だ、断線してんの。 OK です。ある程度特定できましたね。あ、取れた。今スライドさせたら白断線しました。弱いのかもしんないね。まあいいや、ちょっとこっちのハンダ取っちゃいますね。配線結構安いかもね、これ。うふ、じゃあ次こっち行きます。これでね、ぶつかっても大丈夫。で、またこいつですよ。いかない。ほんと硬いね。あ、皆さん星が綺麗ですよ。ちょっとね、画面見ずにね、外見ましょう。お、回った。攻略したよ。一回こう、クイクイっと持ち上げて動かして、全体的にね。で、回せば回るわ。はい。やっぱ多分貼り付いてるんだろうね。で、このボロボロになった、このシルバー部分、こことか、こことかね。あとこれとか。とりあえず一回掃除するけど、ダメだったら、ね、色塗ります、そこだけ。で、何色にするかはね、今ツイッターでアンケートしてます。どれどれ。あ、取れてますね。ここ。やっぱ断線です。とりあえずばらせたんで、洗っていきましょう。あ、取れるわ。すごいね、完全分解できるんだね。ドライバー結構重い。うん、これでバラバラなのかな。ということで全バラ完了。よし、洗おう。はい、じゃあ部品洗ってきます。で、これが多分かしめられちゃってるんでバラせないんですよ、ここ。で、洗うのはここに水で薄めた工業用洗剤があります。あと歯ブラシ、これで洗ってきます。取れっかな。うん、取れるね。そう、多分ね、汚れがね、こうタンパク質汚れみたいなやつだと思うんですよ。よし。ちょっと水で流してきまーす。すごいね。茶色くなった。はい、部品洗ってくよ。この緑を取りたいんだよな。緑色なんですよ、これ。
何なの。あでもなんか緑色になってきたよ泡が。取れてたら嬉しいんだけど、ほら泡が緑。あ取れてるかも。ちょっとちょっと取れてる。裏の緑が。こっちも取ろう。こすれば取れる。すげえほら緑だよ。ただあの緑取ると下のメッキも剥がれちゃうね。下地の黒が出てきてる。うん、だいぶ綺麗になったね。少しの見えるけどね、この辺ね。ポツポツポツって。ちょっと超音波しよっか。ほら、元こんな感じだったからね。一応ここまでは綺麗になった。超音波してくる、これ。あの緑が取れればね、塗装しなくていいからね。超音波じゃ取れないっていうか、まあ、緑は取れたのかもしれない。だけど全部黒いね。多分剥がれてんじゃないかな。さすがにダメっぽいね、こっちは。ちょっと溶剤拭いてみよっか。一番強いのはブレクリかな。これプラスチック犯しますんで、あまり拭きたくないんだけど、うん、取れない。まあ、ブレクリで取れなかったら諦められるでしょう。うん。ダメだね。まあ、ここに合わせる色だよね。まあいいや。これ最後。これも水洗いします。うん、こっちは大丈夫だ。綺麗に落ちる。はい、綺麗。めっちゃ綺麗になる、こっちは。緑出てくるよ、ほら。あ、綺麗になるわ。OK。ここは塗らなくて済みそう。これもちょっと水で流していきます。はい、そしたら、折っちゃった爪、補修します。ここだね。これをくっつけます。で、つけるのはプラリペア。ちょっとこれで乾かします。はい、そしたらこれ塗っていきます。で、塗る前に足付けしていきます。これはね、400番。結構硬いな、これ。よし、それ一回洗ってくる。マスキングタイムファンの方ごめんなさい、もうマスキングしちゃいました。軽く出しして塗っていきましょう。はい、塗装していきます。塗装の前にゴム。今日は100均のゴムです。ラスト1枚。ほら破れた。低塵のゴムにします。これはね、破けない。はい、まずはシリコンオフです。あ、そうだ、フィルター掃除しないと。掃除っていうか交換。すげえな、粉が出る。大量に。これ再利用できんじゃない？表面剥がせば。剥がせない？いや、剥がせる。一回使ってみようか。剥がして。一応買ってんだよ、新しいの。ちょっと実験でやってみる。粉が出る。はい、一皮剥いてみました。これで使えんのか。はい、では気を取り直していきます。シリコンオフですね。はい、今回は厚塗りにしたくないんで、このままプラサフ拭いちゃいます。もうグレーなんですけど、グレーで仕上げます。使う色はこちら、クレ海軍工廠標準色。はい、じゃあ仕上げなんですけど、いつものカンペのクリア拭いていきます。クリアというか透明ね、ツヤあり拭きます。この軍艦の色って完全にツヤがないんで、やっぱりちょっとツヤ欲しいんで、ツヤありにします。はい、クリア2回目拭いていきます。これで仕上げます。はい、そしたら組んでいきましょう。
で、電線切れちゃったじゃないですか。この細いやつね。そんな時は、こちら。ほんのちょっと太いですね。親入れさんで購入しました。これ、ベルデンのケーブルです。でも書いてはないね。ベルデンとか。確かベルデンのケーブルです。でもね、ベルデンのケーブルちょっと硬いんだよね。ん？なんか変な向け方したぞ。片側ついた。めっちゃ大変だ。はい、じゃあ次、反対側やっていきまーす。やっとここまで来たよ。で、塗ったのこれです。ちょうどいい感じだね。よし。いや、アーカーゲーのヘッドホン初めてなんで、すげえ楽しみだ。うん、OK。で、イヤーパッド。ちゃんと買ってあるから。Amazon で買った。あ、いい感じです。あ、このスポンジもついてきた。あ、これ斜めってる。向きあるよ、これ多分。わかんねえ。こっちが薄くてこっちが厚い。ほら。こっちが下かな。うん、ついたついた。よし。アーカーゲーの K701 完成です。だからね、これ向き違ったみたい。分厚いのが後ろ側に来るみたいだね。こんな感じで完成しました。どう？色もなんかいい感じじゃない？グレー。まあ、細かいところもね、歯ブラシで洗ったんで、かなり綺麗です。こんな感じですね。はい。じゃあちょっと視聴していきます。初めてのアーカーゲーです。はい、視聴行いました。だいぶいいね。多分今まで聞いたヘッドホンの中で一番音いいと思います。まあ普通に音がいいっていうのはあるんだけど、音の傾向としては、高い音はね、そんなに伸ばそうとしてないですね。まあそこも結構好きなんだけど、最近ちょっとハイレゾを意識してチャカチャカしたの増えてるんですけど、そういう感じでは全くないですね。中低音をすごいしっかり鳴らしてる感じ。高い音はまあ必要十分な程度で、変にチャカチャカした感じはまあ全くないですね。あとね、なんか、ヘッドホンよりも、なんだろうね、ヘッドホンってこう頭の中で音楽鳴るじゃないですか。それよりね、広い範囲から音が聞こえますね。特に音の反響音とか低音とかが広く感じる。で、多分インピーダンスが高いんで、スマホだと音量マックスにしてもちょうどいいぐらい。この間改造したヘッドホンアンプで、後半視聴したんですけど、ヘッドホンアンプはあった方がいいですね、これは。で、ボーカルの定位とかもすごいはっきりしてて、歌ってる本人の定位がきっちりしてて、で、さらに、コーラスの人もね、ちゃんと分離して聞こえる。ボーカルとコーラスって、音結構混ざって聞こえるじゃないですか。それがね、はっきり別になりますね。なので、ボーカル自身の声がはっきりするんで、なんかこう、息遣いとか、ビブラートみたいなのも、綺麗に聞き取れる感じ。ちょっとこれは新しい感覚でした。で、低域もかなり下まで鳴ってるみたいで、ハウスみたいな、こう、どんどごいう音楽聞くと、ちょっとね、体が震えてるような錯覚を覚えるような、そんな低音が聞こえますね。これなかなかいいと思います。低音が大きくなるとかそういう話じゃなくて、音の周波数特性としては結構フラットだと思います。ちゃんと低域の方まで綺麗に鳴らせてる感じですね。臨場感そのままですごい低域までしっかり鳴らすんで、体が震えてるような、サブウーハーとか鳴らすとこう体揺れるじゃないですか。ああいう感覚をちょっと覚える感じですね。これはね、いいと思います。びっくりしました。あとヘッドホンの大きさとしては、お兄さんでちょうどぴったりぐらい。サイズマックスにしてね。なので頭のでかい人でも大丈夫ですね。で、締め付けも強くないですね。これが結構柔らかいんで大丈夫です。
あと耳はすっぽり入るタイプなんで、耳たぶが痛くなるとか、そういうこともないですね。あとこれが結構なんか頭にぶつかって痛いみたいな書き込みとか見たんですけど、それは別に感じなかったですね。で、一応今復刻版が多分出てるんですよ。メイドインオーストリアじゃなくて、メイドインチャイナらしいんですけど、気になる方はチェックしてみてください。一応 Amazon リンク貼っときます。音はめちゃくちゃいいですね。この昔のやつと今再販されてる現行モデルは音は一緒らしいです。細かいところが違うみたいだけど、お兄さんの好みドンピシャですね。なんだろう、音がね、柔らかいわけじゃないけどゆったり聞ける感じ、多分その音が広がるからだと思うんだけどね。とてもいいヘッドホンだと思います。普通に愛用していこうと思います。はい、ヘッドホンちゃんと直ったんで、本日はこちら雪いちごチョコ期間限定ということでね、買ってみました。最近スイーツチョコばっかだね。なんかこれが近くにあるからやだな。これね、ほんともう触りたくないぐらい汚いんだよ。うん、はい、じゃあいただきます。うん、結構しっかりチョコですね。周りのもちもチョコだし、中のクリームもチョコだね。うん、これは美味しいね。はい、雪いちごチョコ、カロリー270キロカロリー、製造者山崎製パン。そうね、やっぱこのクオリティで218円っていうのがね、山崎にしかできないコストパフォーマンスだと思います。とても美味しいです。はい、ごちそうさまでした。はい、今回はアーカーゲーの K701 修理を行いました。今 Amazon 見たら 19,800 円とかで売ってますね。どうだろう、ちょっと高いけど、ゲーミングヘッドセットで1万いくらとかあるけど、まあ音は別次元にいいですね、こっちの方が。どうだろうね、今回ジャンクですごい安かったんで買えましたけど、2万円のヘッドホンなかなか買えないよね。うん、でも音はめちゃくちゃいいです。完全にお兄さんの好みですね、これは。はい、ということで、熊五郎兄さんの出会いでは普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタンお願いします。あと、もしよかったら使ってるヘッドホンとその評価みたいなのをコメントにもらえると参考にさせていただきます。はい、それではまた次の動画で。バイバイ。